ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG E63S 4マチックプラス2020年式12500キロ、こちらの車両になります。はい、ついに後期をご紹介する時がやってまいりました。はい、ようやく入庫しました。ただまだ現状市場にもあまり流通してないということで。そうですね。車自体も少ないんですかね。まあ、まだ少ないですよね。はい、割と貴重な車になってくると思いますけども、今回は初後期ということで、はい、まあ、後期の違いと、まあ、あと走りの部分も詳しくご紹介させていただきたいと思います。でまず外観結構変わりましたね。はい、フロントマスクはかなり変わってると思います。まあ、グリルがこの定番のパラメニカーナーになって、はい、まあ、この台形の前期だとこうひっくり返しでしたけど、うん、こっちこう切れてる感じでしたけど、はい、後期になってこの台形のグリルになってると、うん、ただカメラはどうなんでしょう。はい、ちょっとまあ目いっちゃいますよね、やっぱ最初、はい、ちょっといかがなものかなと、はい、もう少し工夫してほしかったなっていうのは若干あります。はい、そしてライトも同じように衣装が随分変わってて、はい、これ中身も変わってるんですよね。そうですね、形自体も、はい、この LED のバーがこのへの字、前期だとこう2本入ってる感じでしたけど、はい、このへの字の、そして中も黒くなってると。はい、で装備に関してはもう E クラスですから、はい、特に日本の MG の場合ほぼ全てついてますので、はい、申し分ないかなと。あと今回の、ご紹介させていただく車がフルオプションということで、はい、まあ、ほぼほぼ、はい、そうですね、基本的にはオプションのものがほぼ全てついてる、はい、そんな感じになってます。そしてあとバンパーも衣装がちょっとだけ変わってて、はい、全体的なこうイメージ一緒ですけど、この辺が割と前期後期で、前期だとここなんか2段っぽく見えるんですよね。はい、この辺が変わってたりとか、あとは全体的になんか凹凸がやっぱり少なくなってっていう傾向にあるのかなと。そうですね、最近出た EQ シリーズのセダンに比べたら、うん、よっぽどこう凹凸ありますけど、はい、だんだんそっちに向かっていってるのかなっていうのは感じます。はい、そして早速横に回っていきましょう。はい、ホイール意外に前期後期でほぼ一緒なんですね。そうですね、はい、まあ、よく見慣れたデザインだと思います。割と後期だとホイール変えてくるなんていうのが多いですけど、はい、専用の20インチ AMG クロススポーク、こちらの、はい、これマットブラックですよね。マットです、はい、はい、でこのリムとこのロゴだけポリッシュというか、はい、なってるタイプ。そして光学オプション、はい、カーボンセラミックがついております。やっぱり E クラスはあのエンジンが乱暴なんで、はい、あった方がいいかなあった方がいいですね。はい、こちらの、これついてない車は、赤いキャリパーですよね。はい、そうです。で赤いのも、63S だけの装備なんですよね。はい、そうです。強化ブレーキが何かしてあったら、うん、S ということで、はい、カーボンセラミックを選ぶのもS だけなんですよ。はい、この足元になっております。そして、ヤサスの方が3チャンバーのヤサス、はい、今回のお車は全部ノーマルということで、はい、そうです。車高の方もノーマル、はい、ただ前期結構足硬かったんで、うん、後期でその辺がどう変わってきてるのか。そうですね、はい、後ほど乗って確認してみて、ぜひ池田ドライブで爆走してもらって確認したいと思います。はい、爆走したら分かんないかもしれないそして横なんかに関しては、はい、おおよそこうパッと見て分かる、うん、前期後期の違いはあまりないのかな。そうですね、意外とこのドアのあたりとか見ちゃうとそんなに変わった部分がわからないぐらい感じしますよね。はい、で改めて見ていくとこの付け根とかもちゃんとグロスのブラックになってたりするんですけど、はい、A クラスやっぱりメルセデスの主役ですから、はい、で僕主役って S クラスだと思ったんですけど、今日今回予習していろいろ見てて、あのメルセデスのセダンって言ったら今なんか S クラスがこう主役ぐらいなんじゃないですか。うん、これ元々って E クラスの方が先なんですよ。あ、そうでしたっけ。らしいです。元々の源流は W136 って言って、はい、もうめちゃめちゃ古いアメ車でいうとこのボムみたいな形のやつが E クラスの5000です。あ、でその後 W121 っていう車が出て、で後のそのミディアムクラス、はい、W124 とかに繋がっていくらしいんですけど、元々の車の作りからしたら E クラスっていうあのぐらいのこうセグメントというか、はい、が一番最初らしいです。うん、その後期のキャッチコピー池田君知ってます？キャッチコピーまだ分からないです。傑作は裏切らないってそうなんですね、はい、らしいです。だから、まあ、他のところはもう全部完成度がこう、はいはい、高い主役級の車なのかな。うん、そして後ろの方も、後ろちょっとだけ太くなって、はい、295の3020かな、はいはい、こんな感じで片押しですけど、ゴールドのキャリパーのカーボンセラミック、はい、まあでもローターもちゃんとカーボンセラミックで。そうですね、はい、あの車によってはリアはシールローターなんて車もありますから。そうですね、 C クラスなんかだとそうですよね。ですよね、はい、この辺がしっかりなっております。そしてあと後ろも、後ろの衣装も随分変わったっすね。そうですね、はい、ちょっと2120を思い出しました。なんかテールランプの形、最近やっぱ
結構どれも似てきてますよね、やっぱデザインが。212時代のカクカクっていう、こう、はい、あのテールランプを彷彿させるようなこうトランク側にこう伸びて、はい、そうですね、こちらになってる。そして今回の車カーボンパッケージが付いてるってことで、はい、このカーボンのスポイラー、はい、これ形ほぼ一緒っすよね。形状は一緒じゃないですかね。そうですね、ほぼ一緒っすよね、はい、そしてリアも、はい、この辺がカーボンになってたりとか、あとエキゾーストのがもちろん AMG パフォーマンスエキゾーストついてるんですけど、はい、出口ずいぶん変わったっすね。結構なんかいかつくなりましたよね、はい、この AMG ロゴがこの外から中に映って、しかも外側がこのボコボコの戦闘機 の、 あの噴射口みたいな、うん、ですよね、はい、なんかフェラーリ の、 あのエアコンの噴射みたいな、はい、あんな感じの。ただ全体的な造形はこの四角の4本出しで一緒なのかなと、はい、こんな感じになっております。続いて内装見てみたいと思います、はい、もう E クラス装備がいいんで、ソフトクローズも当然ついてて、内装も日本仕様だとかなり豪華ということで、はい、まずフルレザーインテリアが全部標準装備、はい、そしてダッシュボードもナッパレザーにしっかりなってると、はい、で今回の車は数少ないオプションのインテリアのカーボンパッケージも入っているということで、はい、このダッシュのパネルもカーボンになってると、はい、これメタルウィーブかピアノブラックかこのカーボンということですね、はいはい、こちらになっております。そして後期ということでこちらのステアリング、はい、これ読み物読んだらあのトンボって書いてあるそのまんますね、はい、ポルシェのシフトがヒゲ剃りって言ってるのもあったんですけどステアリングトンボっていう、はい、ただこれ操作感に関しては割とこう賛否分かれるところだと思う、うん、ちょっと慣れがいるかもしれないですよね。でこの操作にこう目が行きがちですけど、ステアリングめちゃめちゃ進化してて、はい、これが静電容量式っていうなんかそのあ、はい、ステアリングになって、前期だと結構しっかり握ってないと、うん、ACC の時なんか警告ついてたりしたのが、はい、もうこう少し触れてるだけでハンドル握ってるかどうか読み取るようなステアリングになってるらしいんで、はい、まあ、この辺今回 ACC は試せるかどうかは分からないですけど、うん、はい、進化はしてるそうです、はい、続いて乗ってみたいと思います。このスカーフプレートも光る AMG のタイプ、そして今回1万2500キロということなんですけど、中は非常にコンディションいい状態でございます、はい、乗ってみたいと思います。もう E クラス言うことないです。いいですね。なんかもう広さも機能も全部ちょうどいいかなと。でステアリングはこのダイナミカとナッパレザーのステアリング、はい、こうスベスベレザーとダイナミカもまだ全然ケバケバでございます。そして先ほど言ったダッシュ、これ S だけなんですよね、はい、63じゃなくて 63S だけの、はいはい、特典でございます。かなり豪華な。そして後期から MBUX が標準装備ということで、はい、これ中がめちゃくちゃ進化しているということで、はい、ちょっとかけてみていいですか。こんな感じでこの大型のモニターと、まあ、この辺おなじみですよね、他のグレードにもつながる部分なんで中が進化してると、はい、はい、こんな感じで、でメーター表示に関しても全画面ナビ表示もできて、はい、この新しいタイプの、はい、やつになっております。タッチの操作がそうなんだね、これね空振りするよね。うん、かといってさ、こう手がちょっと汗ばんでるとこう引っかかる感じ、はい、そして指紋が気になるっていう、はい、これマイクロファイバー必須かな、はい、こんな感じ。そしてこっちに、はい、ダイヤがついてる、これ押す操作もできるんですよね、はい、できます。こうなってる。でこっちも同じように、はい、押す操作もできて、こっちにボタンもついてるんで、で、あ、回すことはできないですね、はい、はい、こっち直接押すかこっち押すかでできるようになっている、はい、そしてないんですよ、はいはい、これなんで、もうそうなんですよね、 IWC どうしちゃったんでしょうでもやっぱあの特別感欲しかったですよね。確かに、はい、やっぱ MG モデルだけのなんか特典じゃないですけど、なくなってしまったということで、はい、そして全部カーボンのパネルになってて、はいはい、ここは置くだけ充電をしっかりついてると、はいはい、そして USB のタイプ C とシガーソケット、はい、あとドリンクホルダーと、この辺も新しくなってて、はいはい、これはどうなんでしょう。これも難しいですよね、慣れが必要かなとはまあダイヤルもダイヤルで確かにちょっと、はい、あの大変でしたけども、このタッチの操作っていうのもちょっと慣れがいるのかなと思うの で、 で今回左ハンドルなんで、はい、右よりかはまあ操作しやすいかと、うん、利き手で操作できる。そうですね、はい、そしてあと、まあ、この辺もおなじみなんでちょっと割愛します、はい、そして
ロールボックスの中みたいな感じで、はい、USB が2系と割と容量いいクラスありますね。はい、はい、そして、はい、グローブボックスも深めで、はい、パフュームアトマイザー、はい、はい、付いております。そしてヘッドアップディスプレイもしっかり付いてて、はい、で天井関係はこのファブリック、はい、でルーフもそうですね。でバイザー買わないですね、うん、これそうなんですよ、はい、だからここから A ピラーから上がそうですね、はい、あのダイナミカが良かったです、はい、こんな感じになっております。そしてシートの方は外側がこれダイナミカなんで、はい、割とこういろいろこう何ですか素材が複雑に使われてるんで、うん、高級感もあって、はい、座り心地はもう安定のって感じです、はい、ただ割と硬いですかね。ちょっとまだ硬いですよね、まあ、レザーのがまだ張ってるのもあるかもしれないですけど、うん、割と張りがある感じ、はい、ただランボアサポートなんかで調整できるんですけど、うん、今一番緩くして割とこう硬いというか、うん、はい、しっかり。ただあれですよね、パフォーマンスシートほどこう薄くもないので、あ、確かに確かに、硬くてもクッション性はありそうですね。確かに。そしてシートの方はしっかりベンチレーション、はい、あとシートヒーター、はい、あとはマッサージの、はい、この辺がエクスクルーシブパッケージがついてるということで、はい、この辺のシート豪華オプション機能プラスパノラマがついてるということで、はい、日本仕様だともうこれセットなんですね、はいはい、こんな感じになっております。じゃあ続いて後ろの席見てみたいと思います。じゃあ池田レビューでお願いします。後ろも当然このソフトクローズついてて、はい、あ、いい。さっき下見で僕も乗ったんですけど、やっぱり広い。広いですね。全然 C クラスよりやっぱり広いっていう、うん、まあ、当たり前なんですけど。あとパノラマがやっぱ後ろまでこうあるといいですね。視界もそんなにこうなんか詰まってる感じがなく開放感があって。あとは意外にヘッドレストがこう小さいんで、はい、前のこう開放感もしっかりあるかなと、うん、たださっき下見で僕座って思ったのは、ヘッドレストこんなに前に出てたっけなっていう、後ろの座席のこう頭をつけた時にもう2センチぐらいこう後ろに行ってほしいなっていう頭が、はいはいはい、でも僕猫背なんでちょうどいいかもしれないちなみに池田君身長はいくつぐらいですか。169です、はい、で、はい、上のクリアランスも十分ですね、はいはい、前もシートの前もこれちゃんとやっぱえぐれてるんですね、はい、まあ、この辺はもう言ったら、まあ、機能いい車は他にもいっぱいありますけど、うん、まあ、基本設計というか装備の部分は100点満点じゃないでしょうか、はい、そうですね。そしてエアコンは4ゾーンになるのかな。いや3ゾーンですね。あ、3ゾーン、失礼しました、はい、3ゾーンのエアコンとここの下に小物入れというか、はい、小物入れが灰皿兼用になってるかな。シガーソケットだけついてます、はいはい、灰皿ですね。だと後ろシートヒーターもついてると、はい、こんな感じになっております、はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、もうトランクももう安定のっていう感じだと思います。この広さですよ。お、広いですね。もうめちゃめちゃ荷物も積めるし、はい、そして横のこのえぐりも結構そっち側か、うん、はい、ギリギリまでえぐってあるんで、はい、横にも荷物が割と積めるということで、これ十分ですね、はい、そしてこの辺の、はいはい、カメラマンの評価が高い、はいはい、コンビニ袋がぶら下げられる、はい、フックもついていて、この下も少しだけ、はい、スペースがあって、はい、収穫コンテナが、はいはい、果物狩りの季節ですからね、はい、この辺活用していただいて、はい、これちゃんとメルセデスって入ってるんですね。そうなんですよ、はい、純正品なんで。さっきチェックしちゃいました。はい、角のところにメルセデス、こんな感じになっております。はい、じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います、はい、今日かなり駆け足ですけれども、はい、エンジンルームも駆け足でいいですか。まあまあ、あんまりこうあれですね、見慣れたっちゃ見慣れてますよね。そして全然違うのって感じじゃないんですよね。そうそうなんですよ。基本的に前期のブラッシュアップっていう感じなんで、はい、そしてエンジンの方が 3982cc V8 ツインターボ、おなじみの M177 エンジンでございます、はい、で馬力もこれ前期後期で変わらないんですよね、はい、612馬力、まあ、612馬力ってのもまあまあいかれた数字ですけど、なんかでもあれですよね、読み物見たら AMG GT よりも0100も速いと。あ、そうなんだ、はい、らしいですよ。そしてトルクの方が 86.7kg、はい、そして当然 S になってくるのでダイナミックエンジンマウントもついてますし、あとは組み合わせるミッションの方が急速オートマの AMG スピードシフト MCT、はい、こちらがついています。でフォーマチックプラスなんで基本50:50、はい、でそれが0100まで、可変するようなトルクのシステムになっていて、はい、でこれドリフトモードもついてるんで、0100固定もできるということで、お、はい、やらないですよ。え、やらないですね、はい、この後乗ってみたいと思います、はい、続いてトーカルイ見てみたいと思います。お願いします。
続いてマフラーの音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、いいですか。お願いします。まずいいですか。はい。静かじゃない。静かですね。これさ、パドル引いてボタン押すじゃん。これもう標準装備でよくない？輪ゴムかなんかこう止めておいてもらってでも、まあ静かなのもまあ今の時代必要なんでしょうね。あとこの、まあ、コンフォートパあのスポーツプラスにしても、うん、パンパンは言ってるけど結構静かになったね。そうですね。 でもいいんです。はい、走りは絶対進化してるんで。なんかエンジンのこの体にくる振動がだいぶマイルドですよね。ああそうだね、うん、だから単純にこう数字的なものは変わんないけど、はい、ブラッシュアップされてんだろうなっていう。いきますよ。はい、あとは装備はさっきカメラマンも言ってたけど、リアのブラインドとか、はい、フォーゾーンとか欲しいよね。まあそうですね。でもそれどうなんだろう、他の国仕様だとあるのかな。ないんですか。うん、いや中国仕様ロングあるんだよ。うん、知ってる。 E にそう E ロングがある。あ、それ知らなかったです。そう、中国だけ。結構日本の、日本仕様のメルセデス AMG って全部ついちゃってるじゃん。はい、だからオプションないように感じるけど、うん、実は本国とか他の国だと結構設定があったりとか、まあ、あるっていう。うわ、車はねこれめちゃスムーズになってる気がする。うん、結構僕乗った感じはすごい良かった。ちょっと待って、スポーツプラスでスタートしちゃった。はい、コンフォートで行きました。今死ぬほど硬くてびっくりしたロードノイズはまあありますよね。ああそうだね。はい、サンルーフも振動しちゃってるんで、はい、あと後期から MBUX が標準になったということで、はい、はい、メルセデス、どうぞお話しください。マフラーを直感にして。もう一度お話しください。はい、もういいですでも結構いろいろできるんだよね。そうですね。ルート案内中ではありません。大丈夫です。ベンチレーションオンにしたりとか。そうですね。エアコン操作したりとか。あ、結構ロードノイズ大きいね。意外とそうですね。でも車がめちゃくちゃしっかりしてる、うん、ロードノイズはあるんですけど、でも突き上げ感とかはだいぶマイルドなのかなと思いますね。あー、どうだろう。でもコンフォートだけど前期より足はしなやかになってる気がする、うん、僕もそう思いましたね。これタイヤ変えたら随分違う気がするけどな。そうですね、多分タイヤはまだ新車装着時のものなんで、うん、めちゃスムーズになってる。後期ステアリングどうですか。ステアリングはだいぶいいですだいぶいいんですけど、だいぶ操作しづらいです。そうですよね、はい、トンボステアは。これ走行中の操作は結構大変かなっていう。うん、逆にやっぱそれにならないとやっぱ MBUX を使って、うん、このクリックオンがあるけど、ノールックではちょっと操作できないかな。うーん、まあそうですね、一回見てっていう感じになっちゃうかもしれない。そして今さっき段差があったんですけど、ちょっと急な段差はやっぱり硬さ残ってるかなっていう。はい、まあ、車的にそのポジションかな、600馬力なんで、うん、もうそれこそアウトバーン本当に300キロ出せる車だから。うん、とあるジャーナリストさんはやっぱり書いてましたね、記事で。これだけのポテンシャルなんで、うん、やっぱり本領発揮するのはサーキットだと、クローズドコースだと。まあそうだよね、はい、だってトラックベースだっけもうだってセダンでさ、サーキットの情報が入ってるってどういうことみたいな。いや本当ですね富士スピードウェイ、はい、ドラッグレースとかですね。
だからセダンの形してるけど、だからセダンじゃないもんね、もうね、うん、もう中身はそうですよね、ハイパフォーマンスですよね、スーパースポーツだよね、ドラッグレースだよ、だってこれか、あれこれ他のコースも入ってるよね、全コース、あ、なるほど、調べる感じですね、ニュルーとか GPS と連動してるんでしょうね。でもね、車めちゃ静かになってる。そうですね、ドロドロ感がない。ちょっとスポーツプラスでいいですか。はい。あー、でもね、スポーツプラスも全然静かになってる。それこそあれですよね、前東京店で紹介した C63 の204、うん、とかも激しかったですよね。激しいね、あれね。ああいうのが要はもう徐々になくなっていっちゃってる、ね、ああそうだね。だああいう荒削りなのを求める人は前期の方がいいかもしれない。そうだね、まだもっと言ったら212まで戻ってもらってで車はめちゃ優秀になってるよ。そうですね、これでも今マフラーのエキゾーストもバルブ開けてる状態ですよね。すげえ静か。そうですよね、ただ車はめちゃスムーズだから確実に乗りやすくはなってると思う。うん、なんかステアリング操作感とかもあれですよね、切った打角に対しての車の動きとかもいいですよね。そうだね、俊敏すぎずちょうどいい感じで。あ、そうね、そうね、はい、ステアリングフィールはそうね、ものすごい。 BMW とかなんかもっとクイックじゃないですか。あ、そうだね、はい、すごいマイルド。そこはもそこはしっかりしてたんだね、はい、確かになんかクイックすぎない。そうなんですよ。でもこれちょっとそれこそ30キロとかじゃこの車の価値がちょっと1ミリも感じられない気がします。あとあれです、これ気筒休止ついてるので、はい、はい、多分今じゃあもしかしたら4気筒になってるかもしれない。そうですね、あと安全装備がすごい進化してて、はい、ブラインドから人が来てたりとか車が来てたりすると警告が入ったりとか、はいはい、その辺なんかもしっかり気筒休止も入ると、V8 でなんかエンジンの、あの横に4っていう数字が出るみたいですね、うんうんうん、112馬力の車で気筒休止ってのもすごいですよね。そうだね、じゃあカンパチスピードウェイで最高速トライアルちょっと前が開けたらはい、いやー結構硬いね。でもスポーツプラス硬いですね。スポーツプラスは硬いね、うん、結構はっきり変わりますね、うん、スポーツプラスにした時の硬さはちゃんと後期残ってて、うん、コンフォートは随分マイルドになってる気がする。はい、らしいのがすごい後半に持ってかれてる。あ、なるほど。幅が広いんでしょうね。そうだね、そうだね。だ3000円以下の調教がものすごくしっかりされてて、うん、その先は残ってた、そのまんまだった。でも音静かだな。音はそうですね、確かに、ね。バリ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 って音しないもんね。まあシフトダウンしてちょっとこうバブリングでバンって言いますけど。なんかエンジンも本当に静かですね、うん、そんなにめちゃめちゃ静かになってる。まあ車内の静粛性も高いんでしょうけど、どうするこれ。でも C63 それこそ205とかやっぱあの世代の C の63ぐらいってもっとやっぱ激しかったじゃないですか。そうだね、でそういうのは全部やっぱだいぶマイルドになってますね。そうだね、全部調教されてる感じが、うん、でも車恐ろしく速くて快適だよこれ。なんかちょっと頭がごっちゃになってます。僕はなんで、なんかこうハイパフォーマンスの AMG モデル乗ってるにもかかわらず、うん、すっごいこうなんか高級なサルー乗ってる感じもあって、あ、そうだね、だから今コンフォートになんかしたら、
めちゃめちゃ静かだし、うん、そうですね、乗り味はまあまあ少しスポーティーかなって感じはするけど、はい、なんかいつもその今までの MG モデルだとやっぱもうちょっと身構えるじゃないですけど、確かにやっぱ走りたいなってなるんですけど、そういうのがちょっと気持ちが今は落ち着いてますね。これ本当にでもコンフォートにしてさ全然踏まなかったら、うん、もう本当にあの高級サルーンだよ。そうですよね、ラグジュアリーサルーンだよ。いや後ろの席映ってもいいですか？いやだからこれなんか日常の足とかで使えたらもう最強だと思うんだ。そうですね、これで今一番下なんですね、シート。そうなんだよね、うん、意外にシート下がらないね。そうですね、もっとローポジションいけるかと思ったら前期もこんなもんだっけ。いやでも変わってないもん ね、シートは。そうですね、じゃあいきます。はい、あ走り出しさっきちょっと走って、あの正直レビューなんて全部正直にいくけどあのワクワクポイントを探したのね、はい、だいぶあの捜索が困難になっております。そうですね、はい、早いは早いんですけどね。めちゃめちゃ早い、めちゃめちゃ乗りやすい。これはでも本当に車の感じがさ、はい、マイナーチェンジの感じじゃなくない？うん、そうですね、フルモデルでこれぐらいガラッと変わるんだったらまあ分かるけど、はい、同じ型式でこんなに変えちゃうんだってびっくりした。エンジンがしかも一緒でだいぶ違いますよね。びっくり本当に。アイドリングストップで、あの車のもともとのその静粛性も高いしさ、はい、ボディ剛性も高いしさ、室内空間も広いしさ、はい、だからこの少しこう乱暴なのが少しだけ息を潜めただけでこんな高級車になるんだね。そうですね、全然普段使いできますよね。でこれだけ静かだったらその朝のかけ始めとかもあんまりこう近隣住民気にせず。確かに確かに。いや僕はもう固定にしたいけどパッと引っ張らしを。そうですね、いやでもスーパーカーも今そうじゃない、はい、あのハイブリッドのスーパーカーも出てきて、うん、まあ自宅の近くは EV 走行で、はい、そう高速道路とか郊外だけはエンジンかけて、うん、バコンで走れるっていう、うん、もう世の中のトレンドがそういう風に向かってっていうかな。ステアリングすごい滑らかだな。あとね機敏すぎないの、やっぱり機敏すぎないですよね。そう、むちゃ乗りやすい、気使わない。ボタンに関してはやっぱり、ね、これちょっと僕も慣れないですね、見ないと。で思うけどね、パソコンとかスマホと一緒で慣れなのかもしれない。うん苦しい、これは本当に所有してみないと難しいですね。そうだね、はい、だからね、でも技術はすごいですよね、こういうのは。今回思ったけど今前期と後期の価格差がすごいじゃん、はい、うん、前期がめちゃお買い得だなと思って。お買い得だと思います、ね、はい、で後期が高いんじゃなくて、うん、前期がすごいお買い得になってる。そうですね、まあ、やっぱそれぞれもちろん良さはあるんですけど、まあ装備とかこう機能に関してやっぱ新しいに越したことないと思うんですけど、確かに、まあ、ここはちょっと移植したいかな今ね。はい、そうですね、はい、メルセデス。どうぞお話しください。運転席のマッサージをオンにして。運転席のリラクゼーションを開始。あ、これ助手席から運転席のマッサージをオンにできるんだね。すごいですね。あ腰が腰に今すごいこうポコポコきてます。でこれだからいろんな世代とかそのいろんな人に受け入れられるようになった、間口がすっごい広がった感じがする。そうですね、ただまあせっかくついたマッサージなんで、まあ、レビューするとマッサージは優しめです、はい、メルセデスいつもそうです、はいはい、そしてあとはまあ後ろかなと。ブラインド欲しかったね。そうですね、これちなみに今回の車両は一応前のオーナーさんの方が、うん、あのプライバシーの上にさらにフィルム貼ってます。あ、そうなんだ、はい、なので結構濃いめ、濃いですね。
これ今 ACC で使ってます、はい、本当に触れてるだけ、はい、ちゃんと効いてますね。静電センサーで、あ、気筒、QC出ましたね。出た4気筒。あ、ちょっと今ハンドル結構出た。まあでも曲がっていかないですね。ああ、うん、なるほど。でも機能はしてますね。いやこれ本当にでもそんな感じでさ、気筒QC が入ったりとかさ、はい、アクセル踏まないで走ってたらこのロードノイズ以外分かんないよね。そうですね、完全にその荒々しいのが調教されてるというか、うん、はい、じゃあ池田モードでお願いします。ちょうど赤です、はい、いやだから3000回転超えたぐらいから変わりますね、様子がおかしい感じがはみ出始める。あ、これマッサージの時ってこれ結構シート厚くなるんですね。ああ、なってた、なってたリラクゼーションだからじゃないかな、多分セットじゃないかな。じゃあ土屋さんの美声でちょっとオフにしていただいてもよろしいですか。はい、メルセデス、どうぞお話しください。運転席のリラクゼーションをオフにして、運転席のリラクゼーションを終了します、はい。これなんかしかも MBUX のこのスタート音も、はい、あの認識もあの頭になってて、はい、メルセデスだけだと反応しないっていう。あ、その前の一言とメルセデスがないよと反応しないように。だからこの辺も時期にどんどんバージョンアップというか、はい、頭が良くなっててもっと使い勝手良くなるんじゃないかなと。うん、はい、ステアリングも、あ、全然変わるっすね、モードでね。はい、モードで全然変わりますね。少し重くなってこう、はい、操作感がすごい変わりますね、はい。ちょっとじゃあ加速しますか、はい、助手席やばいですよ、はい、ブレス握った。あー、ふう。でもなんだろうね、飛んでく感じしないね、全然。まあ車は安定しますね、やっぱ。やっぱり四駆すごいね、はい、あのドリフトモードは解禁しないですけど、はい、え解禁しないです、はい、嘘でしょ、はい、ぜひそれはあの土屋さんの方でちょっと企画作っていただいて、え、またオフロードで今度はサーキットとか企画できれば。商品車でオフロードならぬ商品車でサーキット、はい、もう社長にグーで殴られてでも本当にフォーマチックであれば、まあやっぱ加速すごいですけど車は安定してますね。めっちゃ安定してる、うん、全然危ない感じしないもん。 FR の MG モデルだと、まあ、楽しいっていう人もいますけどやっぱ後ろ暴れるじゃないですか、うんうんうん、その感じはやっぱないですよね。いやだから車めちゃくちゃ速くなってるし快適になってるしさ。そうですね、ただ結構ステアリング重めになりますね。なんでコンフォートでカーボンのパネル、カーボンインテリアいいですよね。いいね、タイプカーボンとこのレザーが。メタルウィーブも嫌いじゃないけど、うん、静かっすね。静かだね。標準装備になりましたねでも細かく設定できるからいいですね。これも今マフラー開けて、ね、足回りはコンフォートでとか、うん、インディビジュアルに入れとけば一発なんで。そうですね、はい、はい、好みに応じて。パドルもだいぶ変わりました ね機能がねありすぎてね使いこなせない。うん、本当に今日下見で何回の説明書ページを開いたか。静かだな。ステアリング結構太いですよね。太いM モデルかっていうぐらい太い。そうですよね、うん、特にこの三軸陣のところの太さを結構感じます。車としての進化はすごいよ、やっぱり。すごいですね。でもいつも通りですけどカーボンセラミックも全然タッチも変な感じなく、熱が入んないと効かないとかもない。ないですね。ただ池田君なんか感じ取ってると思うんですけど、あのワクワクはワクワクさん、土屋は。そうですね、はい、少々もしかしたら東京店またあのえ
ちょっとあの変わった車そのうちまたご用意します。そうだね、はい、お願いします。そういう車ばっかやってるとちょっとまた路線が外れちゃうので。そうだね、はい、そういう時期なんだなっていう、はい、でもこれはこれでやっぱりもう安定してやっぱり走れますし。そうだね、はい、あの仮に、まあ、あんまいらっしゃらないと思うんですけど、サーキット走りたいって言っても全然走れる車だと思うので。そうだね、そうだね、はい、いやだから冷静に考えたらそういうちょっとこの僕らみたいな特殊な要望からしたらその寂しくなったとかって言うけど、車からしたらだってオンオフがこれだけしっかりできて、うん、63でこのバゴンでもちゃんと静かにスタートできて、はい、車も快適で速くって、はい、昨日もこれだけついてるって言ったらもう車のせ進化としてはもう素晴らしいですよ、うん、完成度めちゃくちゃ高いですよね。朝でもロードノイズだな、逆になんかでもそれが気になっちゃってる気がする、うん、そうですね、うん、多分車もしっかり剛性あるんで余計多分こういうノイズ拾いやすいですよね。そうだね、前期もっとバリバリ言ってたっていうかもうちょっと音大きかったから、うん、こんなにロードノイズ気にならなかったけど、はい、なんかあの快適パーツあるあるだよね、それ。そうですね、快適パーツつけて他の音が気になっちゃうみたいな、はい、そうそうそうたまにあるよね。あのいいコンフォートタイヤ履いたら室内のなんかビビる音が気になっちゃったみたいな、はい、もうそういう感じですよね、うん、だ場合によってはこれタイヤ交換の時期が来たらもう少しコンフォートなタイヤにしてあげてもいいのかもしれない、うん、そうですね、うん、そしたら随分車のキャラクター変わりそうな気がするけど、そのまま乗りたければこの辺のピレリのこの辺のタイヤ履いていくのもいいし、はい、もう少しコンパウンドをちょっと柔らかめの、はい、うん、コンフォートなタイヤもいいかもしれない。そう、多分今までの MG モデルがエンジン音とかで、そうだね、だからもう気にならなかった部分なんでしょうね。 AMG 自体のなんか方向性もどんどん変わっていってる気がします。だからこれ逆を言えば AMG だから今このロードノイズがすごい気になる感じもしますけどね、うんうんうん、僕は例えばもうこれが AMG モデルじゃない通常のメルセデスの23、そうですね、逆に乗ってみたいよね。そうそうそう、多分もっと足回りもコンフォートじゃないですか、うんうん、でタイヤももちろん違いますし、そうするとすごい静かなんじゃないかなっていう。確かにちょっと気になるな。車としてのやっぱ完成度はすごい高いですね。あ、ランバーすごいちゃんと効いてる。池谷君それアリ派なし派？ランバー僕なし派です。なし派なんだ、はい、あのランバーよりももう元々ランバーを膨らませて、なるほど、はい、僕の場合はもうギュッてしちゃいたいですね、はい、すいません、私がそれをやりました、はい、このコンフォートの、はい、あ、こっちか、シートコンフォート、こんだけあるんですもんね。もう使えないね、これね。あ、じゃあダイナミックシート、はい、オンにしたのは私です、はい、じゃあ私だけオンにしときます。いろいろできるんですよね。あとでもサイドボールスター、まあ、調整一回調整したら、お調整しないっていうことなのかもしれないけど、うん、あ、でも全然変わりますよ、うん、すごい、もうめちゃめちゃここが締め上げられるっていう。そうですね、マッサージシートかっていうぐらい、はい、あんまり締めるとこの脂肪がこう見えちゃうとこでもこれだけ締まれば、うん、パフォーマンス、今までのパフォーマンスシートなくてもってなりますよね、うん、全然これがこうここのとことかでできないんで、はい、中に入らないとできないんで、うん、一回調整したら必要ないってことなのかな。そうですね、ただパフォーマンスシートとやっぱ違うの、肩のホールドはないですね。ここがないので、はい、この脇だけ、脇腹だけ、はい、でも十分ですね、はい、背中の押し出しも、うん、全部調整できると。充実してますね、昨日。まあ、タッチでもできるからこっちはやっぱりね、慣れないとちょっと使いづらいかな。そうですね、まあ、多分なんだかんだ皆さん多分タッチ使うんでしょうね、うん、でもやっぱり汚れ目立つかな。うーん、まあ、マイクロファイバーか積んでいただいて。そうですね、これでもステアリング結構この路面の凹凸とか拾うんですね。ハンドル結構戻ってくる、はい、結構なんで輪立ちとかも反応しますね。結構取られる感じが、
とさっき言ったけど右と左で最小半径が10センチ違うっていう。そうなんですよね。6メーターと 5.9 メーターだっけな。ラックが多分違う部品だからギア比がちょっと違うのか何なのか分かんないですけど、面白いかは別としてサーキット走行できないけど、そういう企画やってます。実際に測ってみた合ってるかどうか。はい、メジャー持って。通常 AMG モデル以外からは随分こう最小半径が大きくなっちゃってるというか、うん、多分タイヤが太い分、そうですね、プレートが広がってる分そうなんじゃないかなっていう。この辺でも全く変わってないですよねと思います。そうですよね、私の記憶が確かなら、うん、ここ以外は。いやでもだって206に至ってはここ物理的なものがあるなしじゃないんだよ。もうそうですよね、画面に出てくるんだよ、ね、はい、時計が何でもありですね。いやいやいや、ちょっとアップルウォッチでこうさ、ブランドロゴの時計になるとかってもうそういう感じなの。いや静かだなね。ずっと気筒休止ですよ、4気筒。いやでもベントレーもさ、だって W12A もさ、うん、6気筒じゃん、ほとんど、はい、ほとんどが6気筒じゃん。そうですね、まあ、そういうことなんですよ。うーん、まあちょっと距離短くてあれですけど、やっぱ燃費とかも気になりますね、こういう車。そうすると、うん、まあアシストもちゃんとさっきちょこっと使ったアダプティブクルーズもいい感じで効いてますし。だからさ、いいじゃないや、C63、 次の 206?、はい、うん、2000cc の4気筒になったじゃん、はい、プラグインじゃん、はい、むちゃくちゃ燃費いいんじゃないかなと思って、もしかしたらそのプラグインがどうかっすよね、うん、信じられる AMG でむちゃくちゃ燃費いいんだよ。どこまでの要はアシストをしてくれるかが。そうだね、はい、むちゃくちゃ速くてむちゃくちゃ燃費いいんだよ。もうそうですね、 F1 の技術が入ってますからね。いやすごい時代、こんなに変わる車。うん、まあこれも前期後期ですもんね。そうだね、この辺でも当たりだ。やっぱりそうだね、今モードはコンフォートです。あ、コンフォートなんだ。やっぱり急な入力はそうですね、相変わらずっていう感じがする。ただまあバタバタするわけではないですけど、うん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 、ちょっとゴツゴツは拾いますね。そうだね、だ普通の一般的な乗用車よりかははるかに硬い。はい、そうですね、うん、けど全然許容範囲、うん、そして前期よりかはだいぶマイルドになってる気はします。はい、やっぱりタイヤなのかなっていう気がしないでもない。うん、そうですね、うん、足動向よりか乗りやすい。それに尽きるね、本当に。はい、本当に乗りやすいです。なんかこう値段で結構こう緊張しちゃったりするかもしれないですけど、うん、全然そんなことないです。普通に乗れちゃいますね。いやだからメルセデスの主役なんですよ。そうですね、はい、一番歴史が長い車なんですよ、 E クラス。そうですね、いや、いい車ですね。ダジャレじゃないですよ。いい車です。はい、はい、おしまい。じゃあ最後になりますけれども、はい、意外にこう触ってみたりとか乗ってみたりすると、うん、全然違う車ということで。そうですね、なんかこうエクステリアのこう違いにこう目が行きがちですけど、はい、乗ってみるともっと違うという。でもやっぱり足も、まあ、もちろん AMG モデルなんで絶対的にこうやっぱ安定感を求めて作られてるなっていうのはよくわかるんですけど、ただ乗り心地も全然僕は好印象でしたね。全然使えるなっていう乗り心地の良さでした。しっかり進化してますね、はい、そしてこの次結構大きな変化になりそうなんていう噂もあるじゃないですか。まあ C クラスに始まり、そうですね、はい、今後の AMG モデルは、はい、いいパフォーマンスの方が乗っかってくるのか、はい、C クラスの方のエンジンが乗っかってくるのか分かんないですけど、はい、かなり大きな境の車になってきそうです、はいはい、欲しい方はぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はメルセデス AMG E63S 4MATIC プラスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。